Hello, viewers! ゲームシカズのニコです。これからご紹介するタイトルは、Mortuary Assistant という遺体安置所が舞台のホラーゲームです。ストーリーは、深夜に仕事で呼び出された新人脳幹事のレベカが、遺体安置所で脳幹事としての仕事をこなしつつ、身の回りに起きる怪奇現象を調査しながら迫り来る悪魔を退治しないといけないです。まるで映画の送り人とエクソシストを合わせたような本作は皆様を怖がらせてくれます。ここからはニックに代わります。彼と一緒に絶叫と冷や汗を流してご視聴を楽しんでください。それではモーチュアリーアシスタントの世界へ行ってらっしゃい。Okay, thank you, thank you. Hello everyone, Game Seekers のニックです。これからですね、The Mortuary Assistant っていうね、ホラーゲームね、やりますね。久しぶりにね、面白いホラーゲームね、やりましたのでね、ぜひみんなにね、シェアしたいと思います。Continue からしてみましょうかね。うん、Okay。じゃあ、Continue からして、やってみましょう。OK、ここがね、主人公の、部屋ですね。レベカだったかな、名前。OK、まあ、この人がその、霊安、死体安置所っていうのかな、霊安室のね、遺体用の準備のね、アシスタント、する人ですよね。OK、まあ、ちっちゃいアパートに住んでますね。うん、これなんだろう、1K かな。これが車の鍵ですね。これからその霊安室っていうのかな、その施設に行きます。これが、おばあちゃんの、写真ですね。ちょっと不気味だけどね、うん、なんでおばあちゃんだけ写ってるんだろうね。普通だったら2人とかね写ってるのに。 OK、 なんか忘れ物ないかな。ちょっと待ってね。おお、スプーンとかあるんだ。鍋、皿、ちゃんと作り込んでるね。単純だけど作り込んでありますね。今回はね、3週目か4週目か忘れたけど、もう一回ね、最初からやって、ね、紹介する感じです。もちろんね、これドッキリジャンプスケアね、ランダムなのでね、自分もね時々驚きます。 OK、 着きましたね。River Fields Mortuary ね。はい、ここが、そのレベカの仕事場です。多分皆さんもね、多分知ってると思うけど、その葬式のね、その準備する人、亡くなられた人のね、その遺体をきれいにして、なんか、ね、お化粧とかして、葬式用にね、その見た目をきれいにする、そういう仕事があるんですよね。はい。まあ、そのレベカの仕事はそういう仕事です。OK。なので、まずこれ、レポートですね。クリップボード。ここでそのやることを、書いてありますね。まずね、Retrieve body from cold storage。あ、そうそうそう。で、このゲームね、まだ、英語のみ、しか対応してないのでね、言語、あと字幕も。まあなんか、時期に、その、アップデートで、そういういろんな言語、なんかサポートするみたいなのでね、だから今のところ日本語字幕は、サポートされてないのでね、まあ、とりあえず訳できるとこはやっていきますね。OK。とりあえず、この Retrieve body from cold storage。まあ、冷凍室でね、冷凍ストレージからその遺体を運びます。これですね。ごめんごめん、そうだ、ちょっとずっと話してたからすっかり忘れてた。そう、これね、これで遺体を運びます。いやー、でも不気味だね、本当に。一人で遺体と一緒にね、過ごすっていうのは、なんか不気味ですよね。
このゲームはね、しっかりその不気味さ、まあなんか人の声聞こえたね。まあその不気味さをね、表現、うまいこと表現してます。その孤独感とね、そういう恐怖、そういうね感覚っていうか、もうなんか誰かに見られてるような感覚とかね、そういうホラー要素ね、うまいこと再現してます。あれ、扉って開いたままだったかな。まあまあ、あ、そうそう、忘れ物をしてた。確かメモ帳もこれ回収しないとダメなんだよね。そう、これもね重要アイテムなんですよね。これでその悪霊、取り憑かれているそのレベルとかね、確認することができます。はい、 OK。 とりあえず扉開けとこうか。でこれね、ランダムにそのドッキリとかあるので、もしね急にドッキリでその絶叫してね、僕の大声で皆様をびっくりさせたらごめんなさいね。結構俺絶叫するときはね、そこそこ大声出しちゃうのでね、はい、ごめんなさいね、その時は。とりあえず、まあ、ボリュームの注意をよろしくお願いします。OK。マイシャ・マヨっていうね、人をこれから、きれいにします。きれいっていうか、処置っていうのかな。はい。これから、なんか、異変なとこね、変わってるとこをチェックします。はい。自分も最初初見プレイの時ね、もう一応チュートリアルみたいなのがあったんですけど、やったんですけどね、やっぱりいざ一人でやってみるとね、なかなかね、何をすればいいかわからない状態が続いてね、何回か失敗してます。OK。まあ言えばその初日のね、仕事場でもね、やっぱり慣れないことがあると、ね、どうしたらいいのかわからない。特にこれ今一人ぼっちだからね、聞く人もいないからさ、だからなんか自分で試しっていうかね、臨機応変にみたいな感じで、やってますね。やりましたね。はい。何の音？そう、こういう怪奇現象も時々起きるからね、本当に落ち着いてやらないと、やられちゃいます。OK。これがパソコンで、レコードシステムね。これからね。これカーソル見えてるかな？レコードシステム。この遺体のマイシャ・マヨのね、記録。ここにパソコンに入力します。28歳だね。で、さっきの傷跡とかね、そういう変なとこ、これをね記録しますね。 R shoulder だから、右肩 right shoulder ね。ここにほこりじゃない、あれ、モールって何だっけ、あとほくろ、そうそう、ほくろね、ほくろがありましたね。で R arm、right arm、右腕に、その傷跡がありましたね。そして右足、コントゥーション。コントゥーション。アーレン、これだね。Okay. で、レフトレグね。左足にもコントゥーション。ありましたね。あれ？どれだ？あ、これだ。ごめんごめん。で、レフトアーム。ケラトリシスっていうのかな。まあ、なんか訳せるとこがあれば、後からね、字幕入れときますね。はい。っていう感じでね、この記録をパソコンに全部入力しました。OK。今、コピーね、出てきてますね。OK。これを、フロントデスク行って、大丈夫だね。OK。フロントデスク行って、ここにね、OK、もう早速怪奇現象起きてますね。OK、ちょっと無視しよう。
こうやって悪霊はね、時々そうやってビビらせようとするからね、なるべく無視するようにしましょう。あ、で、ついでになんかそういう怪奇現象が起きた時ね、ここでメモ書きでこうやってなんか確認した方がいいみたいです。どれだけね、悪霊がいるのかとか、まあなんかそういう確認のためのメモ書きです。はい。ちょっとね、説明ね、大雑把で申し訳ないけど、まあ大体、そう、この鏡に時々映ってるんだよね。大丈夫だよね。OK。ああ、OK。本当にね、ドキドキしながらね、仕事してるからね。嫌だよね、こういうなんか、呪われた仕事場でね、働くのはね。OK。Wire jaw shut with needle injector and setting needles。OK。これからね、その口を閉じる、作業をします。ね、もうやっぱ死んでるからね、これ何回見ても面白いわ。はい、これからね口を閉じます。これなんか糸、こうやって先に釘を打って、で後から糸を通してね口を閉じていきます。こうやってね、やっぱもう死体だから固まってるからね、うん、OK。固まってるっていう言葉合ってるかな、うん、ちょっと専門用語とかね、あんまり自分詳しくないのでね、まあ、皆さんよかったらね、コメントで正しい用語があればよかったら指摘でもツッコミでもよろしくお願いします。OK、ああ、ちょっと喋ってるとね、次何やるか忘れちゃうから、次アイカップスだよね、目に、なんか目にそのキャップっていうかね、パッチみたいな、これ、何 ?OK。で、なんかその悪霊用のね、なんかストリップっていうのかね、なんか札、これを使うことで、その悪霊のね、シンボルっていうのを確認できます。まあ、これまた後ほどね、詳しく説明しようかな。OK。何しようとしてた？あ、そうそう、アイパッチね。アイキャップか。で、このアイキャップはその目をね、閉じるための、まあなんか接着剤っていうか、あれね、ガムテープみたいな感じでね、こうやって固定します。うん、多分ね、うん。iPad ね。それとも目が腐らないようにするのかな。OK。ちょっとメモ書きでどれだけレベルあるのか。ないね。今とか別に異変なさそうだね。あ、で、次ね、その遺体の中のね、液体っていうか、血を全部、抜かないといけないので、先にね、それを抜きますね。あ、で、これね、悪霊用の、なんか特別な、液体。これも一緒に、中に入れます。リージェンっていうね。これなんか入れることで、その遺体にどんな悪霊が取り付いているのかとか、まあなんかそういうのを確認できるみたいです。とりあえずこれね、この液体、悪霊用の液体を一緒に混ぜます。そしてヒュメクタント、これね、これも一緒に入れますね。まあこれからいろんな液体を混ぜていきます。ちょっとね、専門的なね、液体とかいろいろあるから、もし科学とかにね、詳しい人がいれば多分わかると思いますね。これからフォーマルっていう液体を入れます。そして、グルタラルディハイド。そう、もう言いにくいわ。これも一緒に混ぜます。そしてメタノールね。うん、これ。これ多分有名な液体ね。多分誰でも知ってるかもしれないね。メタノールね。ちょっとアルコールみたいな感じの液体ですよね。そして、全部混ぜたかな。うん、全部混ぜたね。OK、これから、そうそうそう。なんかチューブ、首元にね、チューブを取り付けないといけないので、切ります。首元をね。今のところ別に怪奇現象起きて
怪奇現象起きてるね、早速。あ、いる、いるいる。むしむし。むしむし。ああ、怖い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 。ちょっと確認するね。もしかしたら、不法侵入者？ちゃんと扉閉めた。これロックできないんだよね。OK。もしかしてここにいるかも。あ、違うか。うわ、怖い。この曲がり角が怖いんだよね。今、大丈夫そうだね。OK。ちょっと念のためメモ書きします。OK。大丈夫そうだね。オッケー、もう、ああやってね、時々邪魔しに来るからね。そうそう、首元ね、首元を切ります。ちょっとね、気持ち悪いけど、我慢してね。これ YouTube 大丈夫かな？フォーセプス、これね、こうやって。これぼかし、つけた方がいいのかな？ なんか中には、動画アップした人で、まあ、バーンじゃないけど、なんか YouTube によって、警告っていうか、削除されたのかな、YouTube で。多分ね、だからそういう被害やってる人もいるからね、みんなやっぱなんか YouTube に不満とかね、持ってるクリエイター様も、もう増えてきてますね。OK、これからね、血を抜きます。ちょっと気持ち悪いけどね。うわ、すごいでしょ、この血の量。これだけの血が私たちの体にね、ありますよね。すごいな。OK。まあ、なんか起こりそうで、ちょっと引っ込んでおくね。OK。大丈夫そうだね。OK。よし、終わり。で、OKOK。大丈夫だね。大丈夫だね。じゃあ、これね、チューブに行きますね。もう一回閉じます。Oh shit! ちょっと待って。Oh shit! やめて。このね、ゲームの魅力的なところはね、ドッキリの、なんていう、ランダム数も半端ないですね。もういろんなドッキリ要素がありますのでね。これも今回ね、何回かプレイしてますけど、これ初めて見ます。じゃあちょっと進みますね。多分これ何かのイベントだと思います。OK。何？どうした？これレベッカ？ Oh shit。OK。 まあ大丈夫？OK。で、これね、燃え始めてくると、近くにね、その悪霊のシンボルが隠れてるんですよね。これを見つけます。その悪霊のね、なんかいろんな悪霊がいるんですけど、なんか決まった紋章っていうかシンボルがあるんですよね。その決まったシンボルを組み合わせないといけないんです。はい。なので、ちょっと探しますね。OK! おお、びっくりした。OK。ああ、ルーって書いてありますね。OK。これちょっとね、ちょっとポストしますね。これね、シンボルちょっと覚えないといけないので、ちょっと写真撮りますね。OK、カシャッと。これ一つ目のシンボル見つけました。OK。これもなんかタイムリミットもあるみたいで、あんまりね、ぐずぐずやってると、だんだんね、この主人公レベッカも取り憑かれてくるのでね、そうなってくると、もうゲームオーバーですね。そう。だから、このメモ書きっていうか、これで確認してます。OK。その前に、なんだっけ。お、いやいやいや。次ね、もう血を抜いたってことで、次ね、その
特別な液体を。OK、何？ちょっと待って、あ、念のために悪霊用の札、これ持っときます。今トントントンってなったね。誰かいる？邪魔しないでよ。で、まあ、その特別な液体をこれからね、そのこの液体の中に。あ、俺なんか忘れてる。あ、そうそうそう。これ混ぜないといけないんだね。さっきの、レセボイルバグ、ここにこのカビティフルイドっていうのをね、入れます。多分これはその腐らないための液体だと思います。防風剤っていうのかな。多分それかな。うん。これをね、こうやって、ちょっと気持ち悪いけど、これを、この遺体の中に液体を注入します。あれ？うわぁ、中の肉がね、結構リアルだよね。うわぁ、これ生きたままこれですね、注入されるって思うと、なんか怖いよね。大丈夫だね。で、次は、mix cleaners in bathroom ね。これからこのタンク、パンプ用のね、タンクをね、そのクリーニングする液体を、これからね、取りに行きます。大丈夫だよね。大丈夫だよね。OK。OK。ここもトイレとか不気味だからね。どれだ？クリーンベース。これ液体ね。これを、これからのタンク、お、なんか点滅してなかった。OK。レベッカって呼ばれてますね。そうそうそう。ここね。これを掃除します。洗浄液体っていうのかな。これをね、入れますね。タンククリーナー。There we go. OK. 大丈夫だね。Come here. OK. で、次はモイスチャライザーね。この顔をきれいにする、洗浄する、まあ、ナプキンみたいなね、これね、顔のね。よし、ピカピカになったね。これで準備 OK。作業終わり。後ろ向いて押すっていうか、引っ張るのは怖いよ。後ろ見えないからね。なんか出てきそうで怖い。どこだったかな？これだったかな？マッシャーマヨ。そうね。マッシャーマヨ。マヨネーズね。で、これを中に戻します。さあ、次のね、遺体をきれいにしますね。まあ、こういう仕事ですね。葬式前のね、遺体をきれいにする、お仕事です。OK。さあ次は男性の人だね。これを場に戻します。Here we go。もう急に起き出したりするってなんか想像するとね。あれも悪霊の一人ですね。ミミックっていうなんか悪霊です。まあ、まだなんか低レベルの悪霊みたいです。はい。ちょっと不気味だけど、まあ、まあ、ほっとこう。おお、シェッ！もう動きが気持ち悪い。OK、出てきてますね、悪霊ね。ちょっとチェックしようか、大丈夫だね。うん、まあ、あれはまだ低レベルの悪霊だから、まだ心配ない。じゃあ、これもね、さっきみたいに確認しようね。OK。もうなんか見つめられてるで、ちょっと怖いわ。
ぱ人死ぬってやっぱ目も乾くからやっぱ白くなっちゃうんだね。これもどこまで再現してるんだろうね、リアルのね、遺体とかそのこういう仕事どこまでリアルに再現してるのか、ちょっと後でちょっと調べてみようかね。でももし専門の人がいてたらね、よかったらコメントで教えてください。どこまでね、ちゃんと再現してるのかね、よかったら教えてください。OK っていう感じで、これもほくろかな、これ。よし、今のところ大丈夫だね。怪奇現象も収まってるね。OK、あるわ。どれだ、これ。There we go. OK、背中も大丈夫そうだね。これも調べたね。OK、よし、じゃあインプットしますね。パソコンにインプットします。Entry 2ね。OK、ここに名前をね、つけます。フレデリック・ドッズ。ちょっと待って。今なんかおったよね。おー、シェイ、今のはシャドーマンっていう悪霊ですね。大丈夫だね。もうやめて、この入力中に出てくるのやめて、やめてほしいわ。ごめんね。OK、じゃあもう一回ね。36歳。右肩。ケラトリシス。そして、右腕。ケラトリシス同じだね。そして、right leg、ほくろ。left leg、ケラトリシス。そして、left arm、rash。submit、大丈夫。あ、ごめん。もうちょっと。もう一つ忘れるとこだった。頭のね、傷も。and submit。okay。わあ、なんか出てきそう。大丈夫かな。 OK、 よし、これもまたフロントデスクまで行って、 OK、 なんか出てきそう。大丈夫だね。これをここに入れます。 OK、 誰もいてないね。それではまた作業ね、やります。同じ、なんかいる。ああいつ出てる。やばい。誰かが出したな。ちょっとやめてよ。ああ、もう怖い怖い。ちょっと閉じとこう。OK。じゃあ、さっきと同じ作業ね。やりますね。まず口を閉じます。だからもう、これさえね、コツさえ分かれば、OK。OK。おし。なんか、紋章？傷？あ、逆さまの十字架？アンティクライシスだね、これ。これなんか模様？OK、 もうなんか動きそうで怖いって。ちょっとあそこにある札ね、ちょっと気にしないでください。このゲームね、出たばっかりなのでね、ちょっとたまにバグとか、出現します。なのでまあムシムシ、こうやってね、口ね、閉じますね。もう目開けないでよ。 There we go. OK、ちょっとなんか笑顔になってるね。安らかな、なんか傷つけられてる、なんか安らかな感じの顔だね。Okay、それで、アイキャップね。そうそうそう。で次、目を閉じます。アイキャップね。もうなんか出てきそう。うん、怖い怖い。瞬きとかしないでよ。よし、here we go.
OK。で、次は液体を混ぜますね。液体混ぜます。誰だ？そう。悪霊用の液体ね、さっき混ぜておきますね。で、普通のね、液体を混ぜていきます。OK、今のところ順調だよね。OK。もうね、たまに急に出てくるから怖いんだよ。こう、後ろ振り向いた瞬間に。おっと、ほら、もうやっぱり。ごめんなさい。ちょっと僕の声大きかったかな。ごめんなさい。そう、ああやってね、振り向くと急にいるときあるから、そこで俺もびっくりするんだよね。いや、すごいな。ゲームなくせに、なんか、その、誰かに見られてるっていう感覚、このゲームね、そうやって思い起こさせることができるのは本当にすごいなって思う。うん、OK、じゃあ気を取り直してもう一回ね、作業続きやりますね。まず、あ、俺なんかやり、ちょっと出っ張ってるわ。押すボタン間違ってる。そう、さっきこれ液体入れ。またイベントありますね。これも初めてのイベントだ。何？あったへん？お母さん？You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you.You should be the one. Oh shit, shit, shit. ごめん、僕の絶叫の声でびっくりしたらごめんね。あ、OK、またモーションある。どれだ？ Where, 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 where? どれだ、どれだ？あった !OK! よし、これもね、写真撮りますね。とりあえず、ある程度、紋章、ね、紋章っていうか、エンブレム？エンブレム？じゃあ、マーキングね。さえ、揃えたら、後でね、パソコンで、それをね、確認して、一つずつね、組み合わせていきますね。どこまでやった？あ、メタノールね。そうそうそう。メタノール入れてないね。あれ？取ってないか。あ、そっか。邪魔されたんか。あれ？床に落ちてない？ OK。あ、そうだ。落書きしないと。あ、大丈夫だね。OK。うん。メタノール取った？あ、取ったね。OK。じゃあ、これも入れます。OK。で、チューブね。また、首元にチューブを入れます。そのために、ちょっと開けないとダメ。OK。はい、ごめんね。はい、ちょっと気持ち悪いけど、ちょっと我慢してね。OK。次ね、チューブね。チュービング。これ、入れます。チュービングね。ユーチュービング。V チュービング。何言ってんだよって感じ。PVC チュービングね。こうやって、つないで。そして、血を。おぉ !OK。はい。あ、皆さんごめんなさいね。オッケー。ちょっと待ってね。もう悪霊がどんどん、邪魔しに来ます。オッケー。気持ちいい。オッケー。なんかある？
あるわ。またあるね。どれだ。どこだどこだ。あ、ここかな。あった。OK。よし、これも写真ね。3つ目の紋章、マーキングね、見つけました。いい感じだね。よしよし、これでね、これさえ揃えば、どんな悪霊がね、潜んでるのか。おいしっ、あ、この音か、びっくりした。あ、今の音でちょっとビビってた。ちょっと落書き。うん、まだ大丈夫だね。OK。じゃあ、これ抜きますね。閉じます。OK。で、あれだよね。そうそうそう。防腐剤っていうのかな。これを入れますね。ちょっと間違ってたらごめんね。防腐剤かちょっとわからないけど。その液体をね。入れますね。I'm missing something. I'm missing. ああ、そうそうそう。ごめん。液体を混ぜないといけない。OK。よし。この注入してる時に、まあ、変なものがね、現れたらもう、マジ怖い。それがこの遺体が急に動き出したりとかね、したら、マジ怖い。OK。もうあれ、中の筋肉っていうかね、白くなった筋肉、あれ？動かない。マジで。あ、ちょっとまたバグってるね。OK、なんか出てきてる？ OK。これも初めてのイベントだね。OK。もう連続だよ本当に。なんか覗いてる？大丈夫だよね。あれ？まだなんかある？あ、まだなんかあるわ。Oh shit！ もう行っちゃえ。なんかある？ないね。OK。ああ、怖い。Let's go, let's go。OK、続きできるね。OK。なんか、たまにね、イベントが起きる前に、そのバグるときあるね。これも。前詰まっちゃうからね。もし詰まったらごめんなさいね。Mix cleaner in bath。 あ、そう、あのタンクのね、洗浄しますね。あ、その前に、あ、つまいか、あれ札なくなってるね。これ持っとくね。まあ悪霊が連続で出た後だから、多分しばらくはね、出てこないと思うので、今のところ安全だと思います。ね、これ何回見ても不気味だ。OK。ではやりましょう。もう毎回鏡を覗くのが本当にトラウマ。あれ？どれだ？クリーナーベースね。OK。もうこう振り向くのが本当にもう怖い。そう、クリーナーね。そう、ここにこの洗浄液体を入れます。OK。じゃあ、ちょっとね、確認してみようかね。なんていうのかな。落書き、あ、出てないか。
それかもう、後で、そうだね、後で確認した方がいいね。OK。よし、終わったね。では次は顔のね、洗浄しますね。OK。はい、お疲れ。じゃあね、元の場所にね、戻ろうね。動かないでよ。あれ、暗くなってる？びっくりした。なんか貞子みたいなやつおったね。つけろ。なんかある？なんかある？ない？ああ、怖い。本当に。これ何度もプレイしてるのにね、やっぱり何回もドッキリやられちゃいますね。ドッキリしちゃいます。あれ ?OK。There we go. さあ、次のね、ランダル・ロジャース、男性の人ね。次、この人ね、綺麗にしましょうね。よっしゃ。OK。いい感じ。あれ？ There we go。 OK。 じゃあこれ運びましょう。この揺れ具合で結構リアルだね。 OK。 OKOK。じゃあね、確認しましょうね。何もないね。OK。体、失礼。あ、傷跡あるね。OK。次、腕。なんかある？ああ、ここも結構ね、傷ついてるね。あ、ちょっと待って。変な音鳴ってる。何何？何の音？あれ？またイベントだ。何？あっち行けって？仕方ないな。じゃあ行こうか。行くよ。また幻覚見せられてますね。これなんて書いてある ?No, no, なんて書いてある ?No that way? No that way? OK。God has left you. 神様に見放された。見捨てられた。OK、いるね。Hello。 うわ、そんな隙間ってとこよく隠れれるね。あ、閉じ込められてる。おっ！ホワイトマン。OK、さっきのもね、低レベルの悪霊だったね。OK。OK、じゃあ続きね、作業ね。続きやりましょうね。どこまで見たかな？ほくろ？ほくろみたいね。これ、あ、足まだ見てないね。あ、そうだ、俺、やることを忘れてる。ちょっと待って、この遺体を全部調べてから。OK、終わったね。OK、ちょっと落書き。あ、少しずつ模様、ね、紋章っていうか、出てきてますね。これさえ、完成したら、どういう悪霊か分かりましたよね。これから、後からね。OK、じゃあインプットしましょうかね。
Enter E3, Randall Rogers, 53歳、mild abrasion、contusion、mole、ほくろ、keratolysis、left shoulder、左肩、左足、mild abrasion、失礼。And、ないね。OK。Submit。OK。大丈夫だね。よし。じゃあ行きます。もうちょっとでね、仕事ね、終わるね。なんか出てきそう。大丈夫？ OK。これをここに置きますね。Oh shit! What the heck? 何？え？何が起きた？なんかある？OK。何もないね。大丈夫だね。OK。何だったんだろう。なんか押されたのかな。OK。じゃあ、作業ね、やりますね。口を閉じる作業ね。やりますね。大体こういう仕事っていくらぐらいもらってるんだろうね。そこそこあれ、お金もらってるのかな、それとも少ないのかな。いやー、毎日こういう仕事ね、いろんな遺体、死んだ人のね、遺体をこうやって作業すると、やっぱり疲れないのかなって思いますね。まあ、多分慣れだと思うけど、最初だったらね、やっぱりちょっと不気味っていうか、まあ、ストレスだね、あるのかな。アイカップスね。これもうちょっとで終わるからね。All right. There we go. Okay, okay. Okay, また鳴ってるわ。ポルタガイスト鳴ってるね。もうなんか邪魔してるね。Oh shit!Oh my god. 大丈夫？ちょっと調べるね。大丈夫だね。何もない。あ、出てきた。OK, OK.で、今模様っていうか紋章ね、出てきたので、それ今からね、どういう悪霊なのかこれから調べますね。 OK。 でさっきの模様ね、そこ結構これ細かくね、説明っていうか書いてあるのでね、ちょっと説明すると長くなるので、ね、まあ、簡単にね、分かる範囲で皆さんにね説明しますね。そう、さっきの模様ね、あ、ちょっと待ってね、もう一回確認しないと。これね、落書きってメモ書きしてある模様ね、マーキングね、これを探さないといけないんだよね。照らし合わせないといけない。丸い3つ、三角形。あれ、そういう文字、エンブレムあったかな。ないか。これがその悪霊用のね、退治するアイテム。ここに全部細かく説明してます。そういうどういう効果があるのかをね、細かく説明してあります。そして
Recovered language とかね、言語とか、ここもいろいろとね、ヒントとかあるんですよね。この悪霊の言葉、これもちゃんと通訳とか、どういう意味かね、ここで再生して確認することができます。細かいでしょ？悪霊の言語ですよ、言葉とかね、うまいこと分析してあります。これも全部レイモンドさんね、がやってくれました。OK。あ、これか。When a demonic... あ、OK、OK。うん、うん、うん、OK。まあ、ちょっと待ってね。どれだ？紋章、マーキング。うん、なさそうだね。OK、ないわ。どうやらまだ完成してないわ。うん。まだないわ。OK。じゃちょっと、ちゃちゃっと作業ね、しないと、ちょっと取りつかれる可能性があるので、そうなるとね、もうゲームオーバーだから、どんどん作業ね、進めましょう。確かまだ最後の、あ、おるわ。最後のマーキング、まだ見つけてないもんね。OK、いる？ない？出ない？出ないか。OK。大丈夫だね。OK。ミキシングリクイドね、液体混ぜます。OK。もうこう振り向くときが怖い。本当に。振り向くときが怖い。ちょっとOh shit! No, 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 no! Ah! Ah! What the fuck? No! Ah! Shadow Man da! Ma, doko ni iru? Eh? Oh shit! Koko hajimete! Wa! Shadow Man no are ka!あれ、住んでる場所？うわぁ、怖いって。なんかの洞窟？あ、怖い怖い怖い。ここに行けばいいのかな？おー、シェーッ。誰？レベカ？え、どういうこと？何これ？石？ You killed him. あいつを殺した？これを使うのかな？あ、つき。Oh shit! Let me get Rebecca. It won't be over. やめて。うわ。気持ち悪い。What the heck? Okay. タウ。Okay. どこだどこだ。どこだ。ある？違う。ここかな？どれだ？どこだ？あった！ OK。じゃあこれも写真撮る。OK。これで、マーキングね、撮りますね。これで全部揃いました。で、これ揃ったとこで、どういう悪霊かね、がいるのか、ここで。OK。
これも完成したね、なんか M みたいなね、マーキングですね。So、ここにね、ちょっと待ってね、ちょっと念のため扉閉めときますね。急に入られちゃ困るから。で、パソコンでそのさっき見た、あ、これだね、M みたいな、イモレーション、イモレーション、イモちゃんね。OK。で、さっき見つけた、マーキングもここにね、割り当てます。で、それは割り当てることで、その悪霊の名前がわかります。OK。ちょっと待ってね、さっき撮った写真、ちょっと見ますね。ルーみたいなやつね。あれ、そしてモーみたいなやつと、下のも、うん、これだね。そしてあ、これだ、セボスっていう悪霊が、その遺体に取り付いてるみたいなので、 OK。 あ、そうだ、これも写真撮ろうか。悪霊を退治します、これからね。で、ここにね、その組み合わせる、まあ、石板っていうのかね、これからね、そのパソコンに表示されてる通り順番にね、これをつけます。組み合わせますね。 OK。 そしてどれだ、これかな、あれ、 OK。 よし、でちゃんとね、組み合わせたことで、これをこの遺体ここに載せます。あれ、ちょっと待って、なんで何も起きない。 あ、there we go、 ほら喋ってるわ。 Are you sure this is the right? お前は間違ってるぞって、本当にこれが正しいのかって。はい、こうやってね、挑発してきます。ちょっと普通通りにね、作業しましょうかね。あともうちょっとだよ。OK、最後、顔ね、きれいにしますね。ちょっと葬る前にね、きれいにしとき、Oh shit! Oh shit! 急げ、急げ。こいつだ。こいつに間違いない。Oh shit!これも悪霊がね、動揺している証拠だよ。で、ちゃんとしたその体に取り付いた悪霊だと分かれば、あとはもう燃やすだけ。これで正しいはず。もしこれ間違ってたら、ゲームオーバーです。OK。これ死んでるね。 Oh shit。 Good morning. Good morning, Raymond.It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. Okay. Come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home.ごめんなさい。なんかロッキーの俳優さんに似てるね。I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Expendables とかに出てきそう。I've just been waiting. あ、what? For so, あ、間違った？long. What? What are you? Oh no. あ、chose the wrong body. 間違った。Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot. Prince. Worthless.
失敗した。失敗するとこうなっちゃうんだよね。殺されちゃいます。そして自分の体は悪霊に乗っ取られちゃいますね。これでバッドエンディングですね。ああ、OK、仕方ないね。あれおかしいな、俺なんか見落としたんかな。まあいいや、とりあえずね、その自分が成功した場面もねあるので、それもねまた一緒に見ていきましょうね。 OK。 ああちょっと残念だね。成功したと思ったけどね、まだエンディングも3つね解除してないのがあるので、これまた別の機会でね、なんかできそうだったらやりたいかなと思います。 The Mortuary Assistant、っていうねホラーゲームでした。ご視聴 Thank you very much。はい、皆さん、お帰りなさい。肉との恐怖の時間はいかがでしたか？残念ながら、今回は悪魔払いに失敗しましたが、ニックが悪魔払いに成功した時のエンディングと、いろんな怪奇現象に遭遇した時のリアクションも収録してやりますので、ご安心ください。これから、それを一緒に見ましょう。Okay, here we go. Goodbye, demon. I hope I'm doing the right thing. I hope it's the correct body. Okay, bye bye.Please let it be the correct body. Please let it be the correct body, please, please. Oh shit, game over. Oh man.Oh shit, it's the wrong body. There you are. Good. Is it over? It's never over. But you survived.What do you mean? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control.The choice is yours. I hope you come back. The choice is yours. Cool. Okay, good. I guess I got a good ending. Yay! Oh, shit. This is creepy. Oh, oh, okay. Nothing in the mirror. Oh, okay. Oh my god. The freaking thunder, man.Flow clean, tile cleaner. Okay, let's get this. Oh, here. Cleaner base. Is that it? Finish? Oh my god. This is all your fault. Oh, okay. Oh my god, I just opened my inventory. Hold on. Okay.Oh my god, it's like Silent Hill. Okay, here we go. Okay. Okay.
Oh, there you go. Oh, what the heck? What is she doing? Oh shit, no way. The garage. Oh no, no, no. Oh, God. No, no, no. Ah! Oh shit, it's there. I didn't know that. Oh my god. There you go. Right. Okay. Wait. Ah! What the heck? Oh, what? Hold on, hold on, hold on. Oh shit! No way! What the f- Putting. Oh my god! はい、皆さん。お疲れ様でした。エンディングとニックのリアクションはいかがでしたか？ニックが戻ってきたので、感想を聞きましょう。Thank you, Nico.久しぶりに怖いホラーゲームをプレイできました。実は体験版もプレイしましたが、本編がさらにパワーアップされていたことに驚きましたね。まさかオープニングまでもあるとは思わなかったです。悪魔の種類や退治の仕方の細かいマニュアルを活用しながら、エンバーミング作業と悪魔払いの大変さを疑似体験することができました。そして、興味深いストーリーも楽しめる作品なので、何度プレイしても飽きないですね。これは間違いなく僕のお気に入りホラーリストに入りました。質問。何度かプレイして、一度は悪魔払いに成功したのに、どうして今回は失敗したの？そうだね。自分も成功したと確信していたけど、失敗した時はびっくりしましたね。原因はおそらく間違った遺体、つまり悪魔が取り付いていない遺体を燃やしてしまったからかもね。もう一度シーンを見てみようか。確かエンバーミング作業している最中に反キリストの十字架が刻まれた遺体があったよね。おそらくその遺体に悪魔が取り付いていたと思う。だから正しいシンボルの石板を遺体に乗せても間違った遺体を燃やしてしまったことで今回の失敗につながったと思うね。なるほど。つまり悪魔退治のマニュアルをちゃんと読まずに適当に作業した結果悪魔払いに失敗したんだね。うん、そうとも言う。はい、皆さん聞きましたね。もし初めて何かをするときはちゃんとマニュアルを読んでから作業をしましょうね。なんか説教されてる気分だけど、まあニコの言う通りだね。成り行きに作業していたため、このような結果になりました。ソクラテスの言葉のように、無知は罪なり、知は空虚なり、英知を持つ者英雄なり、だね。無知は罪なり、知は空虚なり、英知は英雄。なるほど。ちょっとニュアンスがかなりずれてるが、まあいい。それにエッチが英雄なら、多子弱霊化問題が発生し、資源不足により世界中に暴動が起きる可能性も考えられるね。これは人間の性質なのかもね。まあ環境のことを考えれば、個人的には少子化の方がいいかもね。ってなんでこんな話に発展してるんだ？エッチなヒロが地球を破滅？誰もそんなこと言ってないよ。しかもどういう解釈だそれ。はい、ということでモーチュアリーアシスタントに興味のある方はぜひプレイしてみてください。いろんな恐怖演出、マルチエンディングもありますので毎回プレイするたびに新しい恐怖を体験することができると思います。はい、それでは最後までのご視聴 Thank you very much。 チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。お金を恵んでくれる人は coffee.com とゲームシーカーズからアクセスしてね。ニコ、ちょっとダイレクトすぎるよ。じゃあ、ビットコイン。ちょっとそれは違うな。じゃあ、お小遣い。
アルバイトじゃないんだから。じゃあ、レイのもの。それはギャングスターだろう。じゃあ。